オイゼビウス・マンディチェフスキは、オーストリア・ハンガリー帝国の音楽学者、音楽教師、指揮者、作曲家。ウクライナ系、ルーマニア系。幅広い知識と探求心を備えた研究者として知られるが、出版した著作は数少ない。聖教会のウクライナ人司祭を父親に、ブコビナ北部のジェルノビツに生まれる。ウィーン音楽院に進んで音楽理論を、グスタフ・ノッテボームに、 作曲をロベルト・フックスに、音楽学をエドアルト・ハンスリックに指示。1879年により、ヨハネス・ブラームスの親友となり、そのサークルの一員となった。1887年により、ウィーン・ジング・アカデミーの指揮者並びに、ウィーン・ラクユ協会の司書に就任。その後は1897年により、ウィーン音楽院にて、音楽師の教授に就任し、その後は、 ウィーン音楽院で、楽器師、歌声法、単位法、作曲を指導した。1916年には、スーミツインに登用された。フランツ・シューベルト作品全集及び、フランツ・ヨーゼフ・ハイドン作品全集の肯定者であり、また友人、ブラームスの作品全集において、モンテハンスガルと共に肯定に当たった。これらの番は、ドーバー社より復刻されている。 その他の著名な門人に、ジョージセル、カール・ウェーム、ヨーゼフ・クリップス、フリッツ・シュティ・ードリー、アルトゥール・シュナーベルラ。作曲家としては、聖教会のための方針霊音楽のほか、ピアノ曲や連作歌曲を手掛けた。1929年に、ニーダー・エース・ター・ライヒ州のズルツで没した。ABCDNDB。ありがとうございます。